これはひどい。ならず者感がすごいな。ウォーキングデッドっぽい。これが中国に対する制裁か。アメリカ最低だな。ひどすぎはロタ、官網機かなんかか。でもアメリカの方がリアルじゃね。人間の手が入らない野生のパンダならこんなもんだろ。パンダに罪はない、かわいそう。アメリカだから、なんでこのクマを肉食べないの？とかありそう。ありそうで怖い。老齢だからじゃないの。コローン。お母ちゃん助けに行くのかな。むしゃむしゃむしゃ。キャワー。やば。かわいい。ワンコを散歩する着ぐるみ、好きすぎてずっと見てる。よく転ばんな。楽しそうで何よりです。周りの人があんま動じてねえ。日常風景なんか。東京でこういう変なやつたまに見る。なんなんやこの生き物は。かわいすぎるんを。人間と同じようなおもちゃで遊ぶんやな。知能高そうな気もするし、低そうな気もする。不思議な生き物やで。結構な勢いで草。怪我とかしないんやろか。なんでこんな平然としてられるんや。痛くないのか。赤ちゃんパンダのくしゃみに驚くママパンダ。パンダの反応。テレビ見ながらせんべいかじってる母親にそっくり。リアクションが人間みたいやな。やーなーの。防空の。完全に人間の幼児やわ。うちの子供と一緒やんけ。なおエジプトのパンダは凶暴な模様。なんやこれ。エジプトの乳製品会社が製造、販売しているパンダチーズの CM。クソワロタ。かわいいパンダが台無し。患者殺してて草。パンダチーズ買わなきゃ。使命感。日本で売ってたら買ってあげるのにないんだね。かわいすぐる、一緒に添い寝したい。ふかふかしすぎだろ。なんでこんな規則正しく。一匹起きてるぞ。ちっちゃい時の動物って、かわいい率高い。こいつらってくっちゃ寝してるだけなのにどこ行ってもビップ扱いしてもらえる動物界のロイヤルニートだよな。モフモフしたい。あの中で一緒に寝たい。うひゃー、かわいいよー。目の周りの模様がずるいんだよ。同じ白黒ツートンでも、シャチはあんなに怖そうなのに。パンダ、あんたバカ？ご飯遅いのよ。かわよ。草。思ったよりアシカだった。わろた。パンダにこんな接近して襲われないんか？クマやろこいつら。ささくうようになったクマや、人は襲わない。かわよ。メモ割とそれっぽい。今日はまあまあね。非常に珍しい全身真っ白なパンダの姿が発見される。ええ、新種が発見されたってこと？アルビノのパンダってことか。目も白いしアルビノやん。これってもう白クマやろ。なんか貧弱そうでかわいそう。目も赤いからアルビノやろな。かわいい。個体数が減って近親交配が進んだからかな。レッサーパンダさん、岩にビビる。変な匂いでもついてたんかな。こいつら自分が可愛いと自覚しとるよな。とてもいい戦いだった。毎日ビビってそう。かわよ。うちの根っこも見慣れない物体あると威嚇しとるわ。ありえんくらい可愛いけどなんなんやろこの生物。これ威嚇してるんか。この動物こんなに知能低くてよく生き残ってんな。かわよ。こんな可愛いだけの生物なんで作った。こいつら可愛いだけでニートと変わらんやろ。最後敗北してるし。威嚇が全然威嚇になってない。こいつが絶滅してなかったの奇跡だよな。あざとい生き物やでほんま。正直パンダより可愛いよな。引くに引けなくなったカンスコ。可愛いアピールがひどい。生きるための術を絶対理解してるわ。かわよ。これタヌキなりの威嚇のポーズらしいで。くっそ羨ましい。これどこやねん。なんやお前かーって感じで好き。可愛い。レッサーパンダですよ。ばあ。これで威嚇してるんだから可愛い。フリーズしてるやんけ。こいつら可愛すぎて道を踏み外しそうになる。タヌキさん、固まってしまう。セーフ。いや草。かわよ。カメラマンうまいな。尻尾に島があるからアライグマやな。可愛い。だるまさんが転んだやん。動物たちの臨戦態勢シリーズスコ。思わぬポーズで草。アライグマさん、自販機で売られる。3000円なのだ。かわよ。これは害獣。タヌキですよ。安いのか高いのかわからん。これ自販機の中で困っとるやん。なんやこの可愛い生き物。
見た目だけなら可愛いんやがな。アメリカだと交配重ねて愛玩用の品種作られとる。レッサーパンダの赤ちゃん、成獣よりブサイク。大人のがくっそ可愛いって珍しいな。顔の模様が大事やねん。確かに、後もふもふになりすぎやろ。2.5 頭身やん。思ったよりブサイクだった。言うほどでもなかった。意外と凶暴らしいで。可愛さ特化の生き物だな。ほんま可愛い。顔の模様の可愛さは柴犬に通ずるものがある。アライグマさん。勝手に動物園に住み着く。さ。ピクミン2にこんなやつおったよな。まんじゅうみたいで可愛い。声すぎ可愛い。でっかレッサーパンダ。懐けばワンチャンあるのだ。凶暴定期。食べすぎて普段通路に使っている下水道が通れなかったらしい。おバカちゃんで可愛い。クソ可愛いパンダが見つかる。確かに可愛かった。ええー、みたいだな。こんなもん。こんなもん。クソ可愛い。カンフーパンダやないか。ああ可愛い。用水路見に行くパンダだろこれ。頭に何かが乗っかってるってことは感づいてるみたいだな。老子の仮の姿。カゴ可愛い。僕、母ちゃんにささ取ってくるんだ。パンダ、体重測定で体重計を壊しカメラ目線でポーズを取りしたり顔。想像して体重のドヤ顔だった。かわいい。この顔はムカつく。圧巻ベーしとる。絶対これ中におっさん入ってるだろ。ジャックがついてるんやろ。レディの体重を測ろうとするから。やんちゃでもかわいいから許す。生粋の悪なのは目を見ればわかる。舌出してる。中国のパンダが雪で大喜びしてるらしいんだけど、なんかこれ想像してたパンダとちゃう。絶対中に人入ってるわ。確信。相撲取りに見えた。無差別格闘サオトメ流ですか？サオトメ現場だ。カンフーパンダ思い出した。中身熊のプーさんだろ。おとっさんでしょ。どう見ても万歳しとる。いや、ほー。初めての雪に戸惑うレッサーパンダ。可愛すぎて俺も戸惑うわ。画面の前で、頑張れ、とつぶやいてしまった。ほっこりする。ああ、心はポッカポカじゃあ。初めての雪で一本橋渡るとか難易度高すぎ。反則的な可愛さ。うちにも欲しい。可愛い以外に言葉が見つからない？うんしょうんしょ。あわわわわわっきゃー。パンダの、献血姿がやばい。こんなのパンダじゃない。うは。パンダ成人捕獲の瞬間。ジタバタしてんじゃねえよ。あ、ほら、そこちゃんと押さえとけって。ウバケツだろ。可愛い。怖い写真でした。麻酔してまで採血するとかいい迷惑だな。ケムクジャラのおっさんじゃねえか。すっぴんのパンダブサすぎわろた。ブスがパンダメイクしたがるわけだ。赤ちゃん出されちゃブサでも可愛い。確かにこれはこれでちょっと可愛いかも。わろた。これ茶色にしてもクマにならなくね。パンダが可愛くないだと。つぶらな瞳にわろた。ブサイクが必死に化粧するわけだ。すべて納得した。天然のゆるキャラ。かあえー、頭の中ふわわーってしてくる。生まれたばかりのパンダは違う生き物に見えるな。キッズパンダ可愛いよな。赤ちゃんパンダの尻はなんであんなに可愛いんだ。あざといってこういうのを言うんだよ。可愛すぎるやんけー。可愛い。可愛い。でも、こんな人間と接触できるのって赤ちゃんの頃だけなんだよね。どんなに懐いてても人間と大人のパンダは同じ空間にはいられない。飼育員も大変だな。というかこいつら野生で生きていけるの？外ではどう猛になるとか？野生でもこんなだから絶滅しかけてるんじゃね。あざとすぎるだろ。飼育員さん、はいよ、レッサーパンダさん、パクパク。食いすぎや。直立で食ってて草。種なしブドウ？種ごと食うのは普通、種は糞と一緒に出る。レッサーパンダってブドウ食べるんか、笹だけかと思ってた。それパンダだけやろ。レッサーパンダは果物とか食べるで。ジャイアントパンダも一応雑食やぞ。普段笹しか食わんけど虫とかも食うし、しかも襲って食べる。結局肉食うんか。犬はブドウ食ったら超閉塞で死ぬのに、すごいな。かわいい。レッサーパンダさん、外に締め出されてしまう。かわいそう。開けてー。なんや、このかわいい動物。ずっく、俺もこうなりたい。ジャンプ力なさすぎんか？かわよ。レッサーパンダとかいうかわいさ全振り特化のクソ生物野生で生きていけんのか？心配やわ。レーザービームをかわすパンダ。こいつはどこのスパイ映画だい？スパイファミリーに新しい家族が加わっちまうな。アーニャが喜びそう。ワクワク。
背中が痒くてたまらないパンダ。ものすっごい痒そう。狂ったように描いてる。ブレイクダンスやん。知らみおるんか。外で飼われてれば飲みぐらいおるやろ。世界で一番悲しそうな猫。しょぼん顔やな。安泰な気分なんだろう。落ち込んだ猫だな。んな感じだな。切ない顔で写真撮られるだけで人気者になれる動物に生まれたかった。悲しそうというか病んでそうな顔。かわいいのう。もふもふしたい。幸せになるんやで。中に人間入ってるだろこれ。なんつう顔してんの。しょぼーん。これ締め出されちゃったのかな。猫、開けてにゃ。顔から悲壮感が漂ってますな。猫って表情豊かだよな。ブサイクすぎる猫。これ有名なヤクザの二代目親分猫。絶妙な悲しそう感、演技派。笑わせに来てるだろ。日本の鬼に似ている。般若のお面みたいな顔してる。にじみ出る悲壮感に笑った。これ美脚なの。思ったのと違う。これじゃない。なんか微妙。バランスは大切だと思いました。丸モデル体型やな。スーパーモデルの足を持ってる。羨ましすぎる。猫科のウニ。クソかわいい。これはウニ。かわいい。リアルジブリだな。なんとかウナギに見える。怒ってるじゃん。ウニ科の猫では？問題はうまいかどうか。